はい、 J チャンネル J です。皆さんお元気でしょうか。まあ、たまにはちょっとこう動画を上げておかないと、忘れ去られるということでね、ちょっとね、今ライブがあったんで、ライブの練習をずっとしていたんで、ちょっと動画がね、作れなかった状態でね、ちょっとご報告しようかなと思います。まあ、ライブハウスのね、まあ、記念のライブだったんでね、そこでさせていただいたんですが、今回は弾き語りでなくて、サポートに入ってもらってですね、ピアノとですね、パーカッションに入ってもらって3人でねやってきました。まあこんな感じですね、こんな感じでやってきまして、結構ね一人でやるかなんかね、心強いというかね、いい感じでできたんじゃないかと思います。まあ、もちろんミスもありましたが、全体的にはまあね、うまくいけたんじゃないかと思います。いろんなね、ロックとかカントリーとか、いろいろポップとかいろいろ出たんですけどね、僕だけオリジナルで全部で、5曲とも通してやりました。YouTube の方はね、まだオリジナルとかあんまり出してないんですけどね、これからまあ出していこうかな、ぼちぼち出していこうかなと思ってるとこなんで、ちょっと今準備段階ですね。動画も今ちょっと上がってきたので見ていて、出せるレベルかどうかっていうのを、まあ、ちょっと編集しながらね、もし出せる感じだったら出したいと思いますが、なかなかオリジナルがね、やっぱりこう YouTube にしても何にしても受け入れられないんですよ。ライブにしてもやっぱりカバーして聴き慣れた曲とかサザンとかね、やるとわーっとなっちゃう。オリジナルってやるとなかなかね、知らない曲だから皆さんね反応が薄いんですけどね。今回はね、曲が良かったとかね、いい感じでとか結構褒めていただいたんで、なかなかちょっと自信にはなったんですけどね。なので、これからまたねやっていこうかなと。普通はね、だいたいこうセオリーとしてはね、カバーをやっておいてそれからあとぐらいにオリジナルやるっていう感じなんですけど、今回はね25分から30分のステージで5曲全部オリジナルで通しました。そういった感じでね、まあ、反応もまあまあかなという感じでしたね。だから何回もやっていて、あ、この曲だな、聞いたことあるなと思うくらいまでいけばなんてことあるんですけどね、そこまでちょっと頑張ってみようかなと今思ってるところなんですけどね。なので、まあちょっと動画がね、ちょっとこう何日か空いたということなんです。これからまたね、いろいろこうまた解説動画とか機材とかね含めてやります。でいろんなとこ行った時ですね、意外とね機材のレビューを見てくれてる人が多いんですよ。初心者以外の人は、あの機材役に立ったよとかね言ってくれる人がいるので、機材の方もやっぱり一緒にねやっていきたいと思うんだから、ちょっとバランスがねなかなか難しいんですけど、初心者の方はまあ解説動画ばっかりやってほしいと思いして、初心者じゃない人はね、機材がねあんま役に立つとかいう方がいらっしゃるんで、まあ、バランスを取りながらやっていこうと思いますのでね、 J チャンネルこれからもまたね、リクエストとかねコメントとかいただければ、それにまた考えてからやっていきたいと思います。まあね、考えるところなんですよね。弾き語りの解説ばっかりずらーっとやって、であとは機材ばっかりずらっとやるのがいいのか、ちょっとそこらはねまだ今考え中なんですけどね、まあバランスよく自分がこうね飽きないような感じでやっていこうと思うものが一番なんで、なかなかね考えてますけどね、よかったらまたねコメントがあれば、ね、それに考えてちょこちょこね答えたりしていってますので、そこらもねよろしくお願いしたいと思います。はい、今回はね近況動画と、まあね生きてますよっていう感じです。でライブがありましたよ、後ほどまたね、編集で、まあ、出てくるかどうか分かりませんが、こんな感じのライブをやりましたのでね、そういう感じで、ちょっと一本動画をね作ってみました。またねこれからどんどん上がっていきますので、またよかったら興味のある方は見ていただきたいと思います。 G チャンネルでした。ではまた。